ジャスティス。おはようございます、トラジローです。今回ですね、パッチ 5.4 で文句変更されたけど一体どんな風になったんということで、ちょっとね、自分なりに分かりやすい範囲で解説していきたいと思います。ともかくね、大きく文句は変更点があったということで、一番何が大きかったのかというと、疾風陣雷ゲージというものがなくなりました。もともと文句はこの疾風陣雷ゲージを貯めて、このゲージを貯めることによって攻撃力を高めて、どんどんダメージを稼いでいくっていうようなスタイルだったんですけど、それがなくなって、これが常時発動するようになりました。で、もともと疾風陣雷の効果は攻撃力をアップして、スキルスピードが上がって、オートアタックの攻撃間隔が速くなるという効果があったんですけど、これが、常時発動するようになって、ちょっとこちら、まず文句自体、疾風陣雷のステータスを常時持っている状態になっており、自身のオートアタックの攻撃間隔とウェポンスキルおよび魔法のキャストタイムとリキャストタイムを 5% 短縮させる。これがレベル上がることによって、効果が強くなっていき、最終的にレベル76で20% 短縮させると。でこれ前回の疾風陣雷と何が違うかというと、攻撃力アップの効果がないんですね。確かに以前は、攻撃力 30% アップがここにつくんですけど、それがなくなります。ただその代わりに文句のスキル自体が全体的に威力が上がってるんで、ぶっちゃけねそこまで変わらずに常時発動した状態で攻撃できると。で個人的にさらっと使ってみた感覚なんですけど、文句なんかめちゃくちゃ強くなってるような気がしてます。もともとはこの疾風陣雷を、貯めるための動作っていうのがあったんですけど、それがなくなったことによって、その手間がなくなったことと、最初からね高い火力の状態で挑めるっていうことで、簡単に言うと文句はめっちゃ楽になったと思えばいいです。このゲージを貯める動作が入れなくなったっていうことになります。でさらにもう一つの変更点なんですけども、このレベル50で覚える踏み鳴りというスキル、こちらの効果が自身に6スタックの踏み鳴りを付与する。効果時間15秒、発動条件に肩を持つウェポンスキルを肩がついていなくても発動することができるようになると。これ以前はどういうスキルやったかっていうと、発動条件に肩を持つウェポンスキルを肩がついてなくても実行することができるようになる。効果時間10秒といって、10秒以内にだけ、その肩をなくてもいろんな技を使うことができたんですけど、これが、6スタックかつ効果時間が伸びて15秒ということで、ちょっとね余裕を持って攻撃できるようになったと。これが非常に文句ってね結構急いでスキルを使わないといけないので、その点ちょっと負担が楽になったということです。もともと文句っていうのは1の方、2の方、3の方っていうのが常時あって、この連撃を使うことによって、次2の方の状態になって2の方のスキルが使えるようになると。要はコンボをつなげていけるような段階を踏んでいって、最終的には3の方を使うと次また1の方に戻るスキルになると。ここでさらに変更点があったこの演武、これ演武、まず先にこちら読みます。自身に0の方を付与する。効果時間15秒、発動条件に肩を持つウェポンスキルを肩がついてなくても実行することができるようになる。その場合には追加効果も発動することができる。これ以前どういうスキルやったかっていうと、自身に付与されている肩を次の段階へ進める。自身に肩が付与されていない場合は1の肩を付与する。追加効果、自身に付与されている疾風陣雷の効果時間を最大まで延長する。疾風陣雷がなくなってこれ特に、気にする必要はなくなったんですけど、もともとは 1,2,3 ってあるものを順番に進めるっていうものだったんですけど、まずそれを全部なくして、自身に0の型を付与する。この0の型の状態で要は全部のスキルを使える状態になるんで、今まで 1,2,3 と連打してあげてて、最初からね3の型を使おうと思ったら、連続して何回かこう演武を使った後に3の方は使えたんですけど、これなら今は一発でもうすでに3、2、1好きなのを選ぶことができます。はい、こんな感じで効果時間もう15秒と、ね、非常に長めで、使い勝手がいいと。でもう一つ、個人的に大きな変更点があったっていうのは、闘魂旋風脚、対象に物理攻撃、威力400、リキャストタイム45秒っていうことなんですけど、これ前どういうスキルやったかっていうと、疾風陣雷を3つまで貯めて、その3つ最大ストックした状態でそれを消費して使う。強力ではあるものの疾風陣雷ゲージを使うことで、能力が落ちてしまうんですよね。それでまた疾風陣雷のゲージを貯める動作が必要にあったんですけど、それが全部もういらなくなって、単純に45秒間に1回打てる強力なスキルに変わりました。これめちゃくちゃ楽になったと思います。
混合の極意っていうスキルなんですけど、まず先に効果を読みます。一定時間自身の非ダメージを 10% 軽減させる。さらに方向指定条件のあるアクションをどの方向から実行しても成功させる。効果時間6秒、最大チャージ数3。以前どういうスキルやったかっていうと、効果時間中にダメージを受けると自身に混合の決意を付与する。効果時間30秒、さらに自身に付与されている疾風陣雷の効果時間を最大まで延長するっていうことだったんですけど、これまあ任意でいつでも発動できるようになったっていうのと、方向指定をなくしましょうと、まあ、効果時間6秒と短いんですけど、ストックが3つあるんで、結構ねこれ使い勝手いいです。いいですけどめちゃくちゃ忙しくなるんですけど、結構ねボスの動きがこう切り替わったりする場面が多い中で、まあ、文句って方向指定の攻撃がやっぱ変わらず多いんで、アップデートしたとはいえこの方向指定を抑えるのは非常にありがたいと。でさらに、大きな変更があったのはこの無我というスキルですね。自身に付与されている型と総勝打の効果時間を最大まで延長し、かつ効果時間の経過を停止させる。効果時間中にアクションの実行や移動ターンを行うと無我を終了する。実行時にオートアタックを停止する。効果時間30秒。このアビリティには固有のリキャストタイムに加えてウェポンスキルと同様のキャストタイムも発生すると。まあ、どういうことかっていうと、例えばボスが大きな技を使って移行して、その間にそのこの総勝打と肩は効果時間が消えてしまうっていうのを防ぐスキルであると。これ以前どういうスキルやったかっていうと、自身に付与されている肩と疾風陣雷の効果時間の経過を停止させる。まあ、以前はねその疾風陣雷ゲージ、まあ、あれも効果時間があったんで、それを止めるものやったんですけど、今回はそれがなくなったんで、総勝打の効果って言ったら攻撃力アップですね。攻撃アップの効果と、まあ、肩、次使いたいスキルの、経過時間を止めると。まあ、これを使っている間30秒間、総勝打の効果時間は止まる。まあ、ただ動いてしまうと解除されるんで、すごいね使う場面は限られるんですけど、あとはね細かいところで言うと、もう全体的に、スキルの威力が強化されています。もともとは疾風陣雷を踏まえた上での、スキル調整やったんですけど、それがなくなることによって、その分本来のスキルが底上げされていると。バフ効果も強化されてたりしました。はい、といった感じでね、文句、まあ、変わらず方向指定のアクションがいっぱいあって難しいんですけど、まあ、これでねもう一つなんかこう爽快感は出てる感じはしました。使った感じやっぱりこう常にこの疾風陣雷の効果、オートアタックの攻撃感覚と、このウェポンスキルがめちゃくちゃ速くなるんで、もうドッタバタして忙しいんですけど、その分なんか爽快感はあるなっていう感じがしました。はい、ということで今回はね以上になります。文句、これから文句を始める方とか気になる方の参考になればと思います。それではご視聴ありがとうございました。